般的にはですね、その地域で起きた、過去の災害を振り返りながらですね、その規模の、災害が、二度と繰り返さないようにということで、例えば雨であればその地域に過去を10年に1回とか50年に1回降るような確率の雨に対して、堤防の高さを高くしたり、それとか場合によっては遊水池機能を持った遊水池を作る、それとか、ところによってはダムを作ってですね、一時的に水を貯めておく、こんなことをいろいろやります。それとか今はですね、市街地の中にですね、水が雨降った時に、川へ履けなくて、いわゆるその市街地の中がですね、その浸水被害になる、こういったケースもあるもので、例えば、市街地の中に降った雨を下水で流しながら、川にポンプで流し込むということで、例えばポンプの排水能力といいますかね、毎分1分間にどれぐらいの、水を川に流すかというような、基準を設けて、設計をするんですね。ただそれにはですね、一定のやっぱ限界があるんですね。例えば川がですね、流せるその水の量っていうのも限界があります。それを無限に大きくするということは、やはりなかなかその行政であってもですね、難しい部分があってですね、一定の社会とか、経済の様子と、いろいろ議論をしながら、市民の方、住民の方々の合意が得られるレベルの高さ、容量を設計していくんですね。そういったことで一定の限界があるんだということをまず知っておいていただいて、でその限界を超えた時にですね、付近の様子がどう、様変わりするのかということが、実は防災の非常に重要な観点です。いわゆる何が起きるかということをきちんと想像しておける、そういった能力、力っていうのが非常に重要になる。